リクリー、今年のケーキは栗。これ私からのクリスマスプレゼントです。セイヤのサンタさん、相棒はトナカイさん、私のソファにはプロデューサーさん。プロデューサー、準備は整いました。あとは幕が上がるのを待つのみです。街はすっかりクリスマス模様。私たちも皆の心が浮き立つような公演にいたしましょう。ファンの皆さんと私たちのクリスマスパーティー、素敵な公演になりそうですね。はい、一年の最後のお祭りに最高の思い出を届けられるように、最高の公演にできればと。そうですね、ずっと私たちを支えてくれたファンの皆様と全ての方々に感謝の気持ちを込めて。とびきりの笑顔と楽しい時間を届けましょう。プロデューサーさんもしっかり楽しんでくださいね。いけません、パーティーはみんなで楽しむものです。実はみんなで相談したんです。私たち3人だけではなく、アイドル全員で。この公演では私たちアイドルにもステージが終わった順に運営のお手伝いをさせていただけませんか。クリスマスは皆に平等に訪れるものと聞き及びます。プロデューサーも当然訪れるものかと。私たちの出番は少しずつですから心配しないでくださいね。それにプロデューサーにステージを楽しんでもらえた方が私たちも張り合いが。はい、それじゃあ高根ちゃん、千早ちゃん、みんなにとびきりの幸せが訪れるように、とびきりのパーティーを始めましょう。はい、やっぱり緊張しちゃうな。サンタさん、どうか私に勇気をください。ゆり子さん、大丈夫だよ。アンナたち、シアターのみんなも、先輩たちも、そうだったよね。ありがとう、アンナちゃん。今、勇気をもらえちゃった。あ、もしかしたら、私のサンタさんは、アンナちゃんだったのかな。なんちゃって。あれ、今の子供っぽかった。呆れちゃった。うん、嬉しいだけ。アンナちゃん、プロデューサーさん、
はい、大丈夫です。実はついさっき大丈夫じゃなくなりそうになったんですけど、アンナちゃんのおかげですっかり大丈夫になりました。いつでも行けます。いえ、当然のことです。これはファンの皆さんに素敵なクリスマスを過ごしてもらうための公演なので、心から楽しんでもらえるようにアンナちゃんとみんなと一緒にたくさん頑張っただけですね。はい、プロデューサーさんも。あ、そっか、そうです、今日はクリスマスですよ。クリスマスはみんなに幸せが訪れる日。私たちとびきりのプレゼントをお届けしますから、プロデューサーさんもちゃんと受け取ってくださいね。です。あっ。